マルコム X、 1960年代の黒人解放運動の指導者であり革命家。そんなマルコム X をリスペクトしていたラッパーニプシー・ハッスル。彼もまた自身の経済的成功を地元地域に還元するなど、格差や貧困社会問題解決にとても精力的に活動していました。そしてそんなニプシー・ハッスルはリスペクトするマルコム X のチェーンを作りました。正義感が強く、いろいろな問題を改善しようと頑張っていたニプシー・ハッスルっぽい素晴らしいデザインのチェーンだと思います。ということで、本日はラッパーたちのド派手なネックレス第2弾ということでリサーチしてきました。前回の動画ではカニエ・ウェストのあのホルスのチェーンがあまりにも衝撃的すぎてちょっと笑いをこらえられませんでしたが、今回はツボに入らないよう頑張って紹介していきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。キヨからパイジャイことエジです。本日もインターネットビジネスとか企業とか副業とかヒップホップに精通するお話をしていきたいと思うんですけど、今日はですね、今ほど言いましたこちらですね、ブリングについてですね、第2弾、お話ししていきたいと思います。とりあえずこれね、重いのではいという感じでですね、あの本当はですね今日ね、ずっとあれブリンブリンつけながら喋っていこうと思ったんですけど、 あまりにも重かったので気が変わりました。やめました。はい、みたいな感じですね。あのねブリンブリンかっこいいんですけどね、まあね僕あんまりあの結構シンプルなのが好きなんで、今日つけてるのはですね、これグッチのね、ホールドチェーンリあホールドリングね、ホールドリングこういった感じのね、あのシンプルなのが、好きです。でもねこの長いやつ僕あの基本的につけるんですけど、長いのはね、これ完全にあのヒップホップに影響を受けてるなと思います。はい、という感じでですね、まあ喋る側のネックレスは外れましたけど、これからですね、たくさんのね、ラッパーたちのヤバいネックレスいっぱいご紹介していきたいと思います。前回のネックレスの動画でもそうでしたが、なんか値段がどんどん上がるにつれて金銭感覚がおかしくなっていきます。1000万円なら安って思わないよう気をつけてくださいね。1000万円ならゲレンデバーゲンが買えるってことですからね。それでは行きたいと思います。本日1人目のラッパーのチェーンはネリーのネフィルティティチェーンです。こちら10万ドル日本円で約1000万円です。ほらめちゃめちゃ高いんですよ。ネフィルティティはエジプト第18王朝のファラオの妻で、古代エジプトの三大美女の一人として有名です。ネフィルは美しい、ティは歩くという意味らしく、奴隷として虐げられてきたアフリカ人たちが自分たちの力で勝ち取ってきたという黒人のルーツから、美しさと気高さを象徴するネフィルティティを崇拝していると言われています。ツーパックもネフィルティティのタトゥー入っていましたからね。お次はゲームです。ギャングスタラッパーとしても名高いゲームのチェーンはこちら、マイクネームチェーン。お値段が5万ドル日本円にして500万円です。さっきよりも安いと言っても500万円ですからね。普通のサラリーマンで年収500万円もらってればまあそれなりですからね。ゲームの見た目からだとなんかゴリッゴリのつけそうなんですけど、意外にシンプルでかっこいいんですよね。同じデザインの2個つけてるのもまあ僕結構好きです。自分のマイクネームをトップにするスタイルも結構かっこいいですよね。じゃんじゃんいきたいと思います。お次はナズの N チェーンです。これも自身のマイクネームの頭文字。これってあの CD とかのロゴのフォントと同じですよね。これかっこいいっすよね。こちらも5万ドルなので日本円にして約500万円ですね。もちろんラッパーたちはいくつものジュエリーを持っています。こちらのキングタットチェーンは65万ドル約700万円ですね。なのでさっきの500万円と700万円でまあ1200万円、まあ高いってことです。一体ジュエリーにいくらかけてるんでしょうかね。こちらはファラオをモチーフにしたデザイン。まあたまたまネリーと並んだら何かが起こりそうですよね。お次はワカフロッカのポジーベアチェーンです。こちら知ってる人は知ってるでしょう。ジム・ヘンソンのザ・マペットに登場するキャラクターです。あのカエル見たことあるでしょう。あれなんですけど、あれ違うな、これあれ、あこれポジーベアチェーンですからね。こいつなんですけど、あー耳緑にしたから主人公のカエルにどっちかって言ったら見えますよね。ワカフロッカはポジーベアのキャッチフレーズワカワカを自身のステージネームにしたということで、このワカフロッカチェーンを作ったのでしょう。まあでもだとしてもこの顔で見ていたってことになりますよね。まあこちらのフォジーベアチェーンは12万ドル約1200万円ですね。多分ザ・マペットのアイテムの中で世界一高いことは間違いないですよね。お次は前々から気になっていたこちら JD のクッソデカ9番ゴールドチェーンです。やはりレジェンドだけあってシンプルにデカさで勝負って感じがしてますよね。お値段の方は20万ドル日本円にして約2000万円です。いやいやこのチェーンはまあ値段どうのこうのじゃないんです。なんとこの9番チェーン重さが11ポンドもあるんです。ちなみにこちらのボーリングのボールと同じサイズです。これ首から下げてるようなもんですからね。首だけじゃなくて腰から何から痛めてしまいそうですよね。11ポンドをキロで計算すると 4.99 キロ、まあつまり約5キロですね。肉で言ったらこれくらいで、お米で言ったらこれぐらいです。スーパーなどに5キロのお米が売ってるので、まあお店の人に怒られない程度に首の後ろに乗せてみてください。 JD の11ポイント9番ゴールドチェーンの疑似体験ができると思います。
お次はリルージーバートのマリリンマンソンチェーンです。こちら僕の動画でも以前紹介しているのですが、ようやく値段が分かりましたのでご紹介いたします。あーすいません、これ前回ご紹介してましたね、っていうか値段も全部紹介してましたね、申し訳ありません。なんですけど他の情報もありますのでね、よかったら最後まで見てください。マジでごめんなさい。こちらのお値段$22万、日本円で2300万円でした。高え。リルージュは最も影響を受けたアーティストがマリリン・マンソンらしいんですよ。まあこのマリリン・マンソンのチェーンなんですけど、ダイヤが6万個以上散りばめられているということで、よっぽど崇拝してるんでしょうね。しかし実は以前リルージュは悪魔崇拝主義として他のラッパーから告発されたことがあったようです。おや、マイクネームであるリルージュバートもルシファーという言葉の戯曲ではないかという噂があるようです。まあこんな写真もあるくらいですからね。いやいや、と言ってもまあ陰謀論の話は多分もうしません。まあわかりませんけど、でも JZ とリルージがコラボしたら何かあるかもしれませんね。いや、オタク家のリルージですからね、悪魔崇拝とはまあ何も関係ないとは思いますよね。そして本日最後のイルミナティメンバーはファレルです。陰謀論に流されてる。なんかイルミナティで調べてるとファレルもちょいちょい見かけるんですよね、ここまあそれはいいとして、本日最後はファレル・ウィリアムスのチェーンになります。こちらファレルのバンド NERD をモチーフにしたチェーンです。メンバー3人がコミカルなキャラクターとなって大きなペンダントになっております。なんかカウントダウン TV のあの人たちを思い出しちゃうデザインですよね。まあこちらのチェーン、ファレルらしいファッションに合わせた可愛いデザインなのですが、お値段はマジで可愛くありません。なんとこちらの NERD チェーン、お値段の方が$100万、日本円にして1億円です。やっぱ高え。まあ前回のスリックリックとか超やばかったんですけど、まあマヒットはいけません。ネックレスに1億ですからね、すごい世界です。ということで本日はラッパーたちの派手派手で高価なネックレスについて、まあ第2弾ということでリサーチしてきました。今後もまだチェーンネタがあるので、多分第3弾もやると思いますので楽しみに待っていてください。あ、最後にこちらのメッセージをいただきました。スリックリック絶対肩こる、うん間違いない。はい、ということでですね、今回はですね、ラッパーのね派手派手で超高価なネックレス第2弾ということでやらせていただきました。ね、みんなねどんどん値段高くなっていくとね、500万とか1000万安く感じんじゃないとか思っちゃうかもしれないですけど、そんなことはありません。500万も1000万も超高いです。まあね、前回のねネックレスの動画はもうかなり高い値段だったので、まあそれに比べればですね、今日紹介したネックレスとかはね、まあそこまで高くはないのかななんて思っちゃうんですけど、まあ、それでもですね、まあ500万とかね、まあ大体100万でも高いんじゃないかなとか思うんですけどね、まあファレルとかね1億のネックレスしてましたからね。はい、という感じですね、本日はですねラッパーたちの効果でね、派手派手なねネックレス第2弾ということでリサーチさせていただきました。今日の動画面白かったよって思ってくれた人、ぜひグッドマークの方よろしくお願いします。で、あといつもコメントくれる人たち、皆さんありがとうございます。めちゃめちゃ面白いです。あと今後もですね見てってくれる人いてくれたら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。チャンネル登録の際ベルマークみたいなのもよろしくお願いします。あとバットマーク、僕のところのね YouTube にはほとんどいないんですけれど、もし、バットマークするようだったら、まあねあなたのためにやめといた方がいいです。ということで、本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。企業からっぱいいじゃないことエイジでした。また次回もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。